白山市大駅は、現在の石川県白山市河原の山町にあった、北陸鉄道近隣線の駅である。近隣線の起点であったが、1987年、同線の廃線に伴い、廃駅となった。乗降客数は1984年当時、1日平均92人。 白山下駅ホーム側駅舎に面した端式ホーム一面一線と木回しが可能な側線一本を有していた。1984年の金名線休止時までは白山独営のバスとの中継点として登山シーズンには大勢の白山登山客で賑わっていたが、その後は衰退の一途をたどり、ここを奇襲点とするバス路線もなくなった。駅舎は名線廃止後も残され、 路線バス乗務員の夜間大泊に使われていたが、路線延長を機に無人状態となっていた。線路跡には自転車道手っ取りキャニオンロードが作られており、2007年5月よりこの駅舎を利用して自転車や白山下駅として5月から10月の週末、祝日に地元有志によるレンタサイクル事業が行われていたが、2008年には旧駅舎が取り壊され、 翌2009年からは新築された白山下サイクリングターミナルとして5月3日から営業を開始している。ありがとうございます。